ハミルトン・ジョン・シー・マンド国際空港はカナダのオンタリオ州南西部に位置するハミルトンにある国際空港である。単にジョン・シー・マンド国際空港またはハミルトン国際空港とも呼ぶ。ハミルトン市街地から約1 1トル南西に位置する。大型ジェット機が利用できる空港として設計されており、トロント・ピアソン国際空港の非常時、 代替空港としての役割も持つ。トロント市街地からは約9 0トルの位置にある。カナダ軍用機歴史博物館が空港敷地内にある。2000年にウエストジェット航空が東部カナダへの足がかりとしてハミルトン空港を東部ハブとして進出し、カナダ全国規模の航空会社となったが、2004年には東部ハブをトロントピアソン国際空港へ変更。 その後進出したキャンジェット航空もエアカナダジャズとの競合を避けて大幅縮小。2007年にはそのエアカナダジャズも撤退するなど、現在は旅客便は定期便1社、チャーター便2社のみの運航となっている。カナダフライトサプリメント、Effective 0901Z29 マーチ2018、2-0901Z24 メイ2018、シナプテック、 メツタットステーションインフォメーション、ハットトータルエアクラフト、ムーブメンツバイクラスオブオペレーション、ナブカナダタワーズ、ハットヤポートトラフィックリポーツアーカイブド2008年2月8日、アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。